やー、それにしましても本日の盛況ぶりは信じられません。球場は5万人以上の観客に埋め尽くされております。さあ、いよいよ試合が始まろうとしています。さあ、試合開始のサイレンが鳴りました。ピッチャー第1球を投げました。打ちました。心が驚いたことに、八田与一先生は不参道の下方に大きな穴を掘り、その穴を利用して祖文慶から河南大衆へ水を運んだ。阿弥陀林が伝達となって聞いたこともねえ。先生、なんてな詐欺ねえや言うんだ。お前らの監督が一体誰なんだ。危ない。いいか、俺は近藤陽太郎だ。今日から俺がお前たちの監督になる。俺がお前たちを甲子園に連れていく。よろしく頼む。今日から毎日鍵しないを一周だ。走れ。待て。球場は神聖な場所だ。入る前に必ず一礼し、感謝しなさい。お願いします。シンカー、スライダー、球筋をよく考えてくれ。スタート。甲子園、甲子園。一点だけな成長さん、おや。그애가일어날거온예배기걱정에다있지。おい、ゴー、お前も次は高学年だ。来年の甲子園はお前にとって人生最後のチャンスだぞ。あ、明白。夜桂子丢了球队，更加上旬甲子園甘味新秀会。我々南部の生徒なんか全然相手にならない。聞けば君たちの野球は漢人、蕃人、日本人の混成チーム？野蛮な高砂族は日本語が理解できるの？日本語わかる？甲子園だってよ。甲子園は甲子農園じゃない。これはところじゃないぞ。何やってんだ。何やつら。何やつら。正しい正しからざるは、今もまた正しからず。少しぐらいのことが我慢できずに野球なんかできるか。野球のことは主人の自分なりの考えがあってのことですし。いいですか。万人は足が速い。肝心は打撃が強い。日本人は守備に長けている。こんな理想的なチームはどこにもない。男なら堂々としなさい。アウト。終わったんだ。挨拶してこい。マジ痛かった。一度投げるといいか。何を泣いとる。負けた者に泣く資格はない。試合終了。萩野凛が勝ちました。萩野凛の勝利。泣くな、お前たちは勝ったんだぞ。最後の挨拶をしてこい。全く勝てなかったこのチームだ。たった1年で生まれ変わり、あっという間に強豪を次々と打ち破り、見事全島優勝を果たしました。勝つ方法だけを考えるんだ。自分の仲間を信じろ。俺たちはまだ負けてないぞ。今日は取れて目が見えなくなっても腕が折れても絶対に勝とうぜ。よっしゃ、よっしゃ。あいつらもわしの子供じゃ。わしはもう自分には負けとうない。
したいか。